こんにちは、ひまひまです。今回はですね、以前 IKEA でお部屋の模様替えの家具をね買ってもらったと思うんですけど、今回はなんとお部屋の模様替えの様子を皆さんにねお届けしていきたいと思います。というわけでですね、前回テーブルは買わなかったんですよ。なぜかというと欲しかったものがなかったんですよね。でその後にパパにネットで見てもらって、そしたらじゃーん、とってもいいテーブルがありました。で購入してもらってありがとうございます。今日ね30分前ぐらいに届いたということで、早速ね模様替えしていきたいと思います。では早速やっていきましょう。レッツゴー。というわけで、こう並べてみると大きいものがどん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 とある感じなので、すごい楽しみです、早く完成形を見れるのが。でも最終段階の完成形はまたお部屋紹介をするので、その時にね見てもらえたらなと思います。まあでもね、この動画でも結構わかると思います。じゃあ早速やっていきましょう。はい、というわけでここら辺から、ね、中心的にやっていきます、うん、はい、これね、棚とかをテーブルをねパパが組み立てるので、はい、ここをまず綺麗にしてもらって、ここをパパが作ってる間に、まあこういうところね、ちょっと綺麗にしていってください。はい、効率よく行きましょう。じゃあお人形まず向こうに、はい、廊下に置く、うん、ここね、はい、で、このね、青とか黄色とかピンクのやつもどかしたいなと思って、じゃあ、はい、このテーブルをどかしてもらおうかな、はい、これちなみにどこにつけるの、これ、ここじゃない、ここいいよ、いいよ、重いから、はい、OK。 そう、まあやっぱひまちゃんの部屋は、うん、動画をねスタジオ代わりっていうかね、もう本当撮影部屋としても使ってるので、やっぱ見た目をね可愛くしたいじゃないですか、動画的にも。なのでまあこういうね設備って感じで買ってます。普通だったらこんなに買いませんよ。初めてです、こんな買ってもらったの、はい、作ったんです、それも最近。だってこいつからいきますよ、この大物さんからね、大物さん、これ入るかが問題なんだよね、机の下に。よいしょ、うわっ、綺麗な白です。大変そうだね、これの組み立て。いやでもね、こう意外とね大変そうに見えるけど、そうでもないんです。これ重いね、この横が重いよね。重くない、一枚一枚はそんなに重くない。あ、そう、うん、よいしょ。これパーツじゃない？はい、こちらですね。じゃあちょっとその間に今はここにディズニーとかキーホルダーがね、ガビアでめっちゃ刺さってるので、それをね、溶かしていきます。これとこもったいなすぎて使えなくないのは絶対使えない、本当にね、可愛いから。はい、まずはこの横にこれをね、打っていきます。ねえ、やばい、めっちゃ乗れてる、ほか。そうだよ。はい、次の板、次の板、はい、2枚目いきます。待って、これ楽しいの、わぁ、めっちゃ穴開いてんだけど。で、次、はい、2ページ目、ここ終わったんで今度2ページ目いきます。ちょっとですね、トンカチがないのでですね、ハンマーが、木のなんていうんだ、こういう棒をね打ち込むだけなんで、これで代わりにいきたいと思います。ここですね、全然いける、これ中にしまっちゃおうかな、こんな感じです。よいしょ、進んでるんですか、どっちは。何してんすか。画鋲の穴に向ける。はい、そこが完成で、あとは最後の板かな。おお、すごい。じゃあ
これ外していこう。このまま外しちゃおうか。でも一回プリクラを外すから。よっしゃ、できた。おお、できたぜ。ちょっと待って、これじゃない。ありがとう。最後にね、この足ですね。足というかクッション、床を傷つけないように。すごい、そんなのもついてるの。そうそうそう。OK。 なんとね、机がそのコスメとかを入れられるので入れたいと思います。こう持ってきて。わあ、すごい。お、入りだない。入るね、多分。ギリわかんない。どうだろう。まあちょっとそこはお楽しみということで、はい、今ほら、絨毯の、なんかさ、あ、そっか、今の身長より高くなってるんだけどと思ったら、もっとここら辺だったのね。あ、逆だこれ、逆だこれ。ん、逆でした。逆、これが見えちゃいけない。そうだね、大体ね、なんかやらかすんです。あぶんな、足逆だし。え、じゃあもう上に貼っちゃったの。そういうことになりますね。剥がれベリベリとかいかないでね。やばいね、これね。どうする。これはちょっとそこの下はね、クッションがあるんで、あの、これはこのままにしときましょう。だってどうせ見えないから。うまい。これがありますんでね。とりあえず出しとけば今、はい、その変な願望がある。おー、すごい。クッションって何引いたの。じゃあさ、ここに入れとくよ、とりあえずスライム。クッション何引いたの。これそんなのあんの、うん、買ってたの、うん、はい、じゃあこの中に入れて、こいつをね、今度は組み立てていきますよ。ね、まあ、いい。熱いね。これ、アールちゃんからもらったんだよね。違う、アールちゃん。はい、これです。あ、いるいる。これは、ただ、はめるだけかな。300円のやつんだよ。わー、わー、わー。いるいる。あとで遊ぶだろ、みんなと。いるいる。自分で買ったやつ。はめるだけ。できるね。これさ、パパがさ、買ってくれた前、不良品なんだよね。どこで買ったんだっけ。ネットか。学校はの。これ誰からもらったでしょう。あ、分かった。ゆずかちゃん正解。うん、あの1年生と2年生の時に仲良かったゆずかちゃんからもらった。ゆずかちゃんほら、パパ一回会ったから、鹿児島の出張行った時に。あー、そうよ、鹿児島行きたいんですよ。最高発だったんですよ、最近。でも行けなくなっちゃったんで。はい、完成。おー、あ、裁縫道具持ってくんだ、はい、今度。こんな感じですね。でも、これ押してみて。やだ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 。レハブから押してみて。これライターでしょ。はい。普通に痛かった。痛いよ、ビリビリくるよ。これは中に入ると思う。キャットハウス。ここから入るんですよ。こういうことなの。わぁ、いいじゃん。あ、いい。サイアンドコラス。あ、そこに。え、どこがチャックだったの。あとは、これです。おお、これはもう、こちら。それやろうかな、暇が。やる。これ今じゃ、これ、これをどこに敷くんじゃない、うん、これ何個あるの。3個でしょう。3個あるの、これ、ちゃんと下に。これを、この子を下に、なんか、それなの、柔らかくていい子をする。じゃあいいんじゃないですか。うん、はい、イエーイ。あの、黄色じゃなくてピンクにする。それ、もう OK、そうだ。OK。 あ、はい、手首が痛い。せーの、おい、せーのって、ずっと持ってる。せー、はい、ちょっと一回照明とかそこ、これ、うん、せーの。入るんでしょうか。せーの、上げるんで、うん、え、どうするの。そこでグイッと上げてほしい。入れて立てることが目標だよ。うん、立てらんないよ。あ、立った立った、立って、はい、立った。ちょっと一回離すよ。いいよ。おお、どう。スレッスレスレッスレ、イエイイエイ、クヨじゃん、イエイ、パパイエイ、イエイ、すごい。おおおお、すごいすごいすごい。
うわーすごい。おお。オッケー。すげえギリギリ。ちょっとこれ見てもらえます。うん、そうだね。いい。ギリ。すごい。はい。ここ。スレスレ。見てください。この真ん中見てください。このスレスレ。もう。これは。ぴったりだよ。ギリね、本当当たってる。多分人乗ると当たると思う。でもまあ大丈夫。そう、ね、大丈夫、うん。じゃあ棚を入れていきましょうか。いい、めっちゃ、なんかすっごいスッキリした。すごいスッキリしたね。うん、いい。もうちょい手前にちゃんと揃えましょうよ。どうよ。じゃあテーブルいきますか。あ、そうだね。テーブルいきますか。はい、あ、アルミを出していい？これもいらないらしいです。はい、というわけでできたので次はテーブルを開けていきます。はい、これね、できました。うわ。これ系。これ音が無理なんです。すごいよ。わー、すごーい。よいしょ。これは組み立てとかあんまなさそうだね。あの足取り付けるだけ。そうだね。すごーい。なんとテーブルは白でーす。これはどこまでお見せしちゃうんですか。できてからお見せします。できてから。ビラン。すごいママ。どれ？あ、かわいい。めっちゃかわいい。すごいじゃん。今日一テンションが上がってる。え、超おしゃれじゃん。こういうやつですね、足が入る。かわいいな。足が3本しかない。うっさー。はい。はい。え、じゃあちょっとパパさんにインタビューしてみましょう。せっかちですか？せっかちです。負けず嫌いですか？いいえ。そうですか。で、テーブル下から、どっちでもいい。まあ、下からやった方が多分やりやすい。え、かわいい。入った。かわいい。今日からそこをアロペの入っていいよ、自由に。よっしゃ、よっしゃ。これでいいの、ほぼいいんで、うん、いいんで。しかも結構気に入って出ないよ。めっちゃ落ち着いてるやん。今今さんが1本やる間にもう3本いってますね。はい、オッケーです。せーの、おこらせ。うわ、かわいいんだけど。かわいい。うわ、こういう感じです。めっちゃかわいい。え、これいいですか、これ開けて。ダメですよ、一発映画ほぼ。あ、ダメですか。いいですか、開けて。引き出しはないですね。そう、ドレッサーテーブルみたいなやつですね。もうそこではあれだね、シャーペンとか使えないね、絶対に。うん、あの、今度からアイロンとかもここでやるようにしたいと思います。はい、じゃ次やりますか。一回りちっちゃくなってるよ、これ。じゃあこういう感じ。そういう感じだね、うん、すごい。次はじゃあこの雲をね、つけていきたいと思います。雲はどこ、ここ、ここじゃない、これをどかして。ここも可愛いけどね、そうね。動画映え的にはこうって。そうだね、動画映え的にこうでしょう。誕生日それもらおうかな。おいしょ、おいしょ、はい、以上。あらま、おいでよ。はい、こんな感じ。これはこの辺。うん、あ、いいいい、めっちゃいい。全然画鋲でもいけるね。全然画鋲でいける。本当は釘って書いてあったんですけど、ここはちょっと借りてる家なのでね。よいしょ。うわー、いいいいいい。これは何だろう、これは一体どれ。それはあれですよ、こうやってコードをこうやってダラーってしてるよりはね、うん、ピッといきたいもんね。ピッとやりたい、はい、じゃあちょっとこれやっていきます。はいはい、はい、というわけでじゃあ着きました。いいじゃないですか。オッケーオッケー。こんな感じでね、ひのちゃんはね、すごい落ち着いておりますで、机にね、今リップを入れようとしたら入らない新事実が発覚しまして、これに入れてると。だからちょっとまた後でね、どうにかして入れたいと思います。クマさんどうする？あ、ちょっとクマは、クマさんこっち。あ、いいじゃんいいじゃん、ね、こんにちは。って感じで、こんな感じで、はい、ここいいか、後で。そうだね。はい、完成形はまた、お部屋紹介をするので、ぜひそちらを見てみてください。はい、そうですね。じゃあちょっとチラッとお見せしましょうか。チラッとね。じゃあ、はい、まず、はい、今もう机がね、こんなのが出るんで、これをまあどう入れるか。
はい、そしてもうこれ先にもネタバレですから、はい、はい、であとここら辺もねあるので、まあお部屋紹介でね、もっときっちり中身とかも紹介したいと思うので、はい、あとあの辺もねちょっと整理してね、はい、見てみてください。好きになると思います。はい、見てください、これ鏡もあります。鏡今設置しちゃう、はい、おまけです。というわけで、一通りねお部屋の模様替えが終わりました。あれからお昼のご飯を食べて、で2時3時間ぐらいやって、もう夕方の5時です。だいたい12時ぐらいで始めたんですけどね。というわけで、おまけなんですけど、なんとじゃじゃーん、Rちゃんがキャンプに行ったらしくて、そのキャンプ場で椅子をね作ってくれました。ありがとうございます。で、Rちゃんのお家に一回行ったら、水色と黄色のね椅子があったんですけど、違う柄を作ってくれたらしくて、ありがとうございます。うわすごい、じゃーん、足が4本入ってます。そしてじゃーん、うわじゃーん、ありがとう。で、なんかひまちゃんはピンクかなって感じでピンク色にしてくれたらしいです。え、ちょっと待って、せーの、じゃーん、あーめっちゃ可愛いんだけど。わーかわいい。あるちゃんは水色と黄色でしたね。じゃーん、これをね作ってくれたんだって、ありがとう、すごい。じゃあちょっとこれを組み立てていきます。よいしょ、ということで完成。ありがとう、あるちゃん。ちょっと座ってみますね。あ、めっちゃいい。ありがとう、あるちゃん。じゃあねー。ではこんな感じで終わりたいと思います。では次回のひまひまチャンネルもお楽しみに。バイバーイ。お部屋紹介は明日か今日にやりたいと思います。バイバイ。